本日は劣化した画像をステーブルディフュージョンモデルを応用した超解像技術で復元する魔法の技術 DiffBIR をご紹介してみたいと思います。この DiffBIR にこのような劣化した画像をぶち込んでランランすると、あら不思議、くっきり鮮明な画像に生まれ変わりますよ。これは画像復元技術であり、低品質の画像を高品質に復元する手法のようですね。このプロセスは2つの主要な段階を経て行われ、最終的に事前に訓練されたステーブルディフュージョンを用いて高品質な画像が生成されるようです。大昔の写真とか子供の頃の写真とか、劣化しちゃってるようなものを高画質に復元できそうですね。ぼやけているものが鮮明になるってことか。もしかしてちょっとずんだ餅、そんなことしたら秘密結社 SCP-12 内に消されますよ。導入方法は概要欄にも記載してありますので見てみてくださいね。画像修復には VRAM を11くらい使用していたので、 VRAM12 ギガ以上が推奨っぽいです。いろいろなサイトや動画を参考に導入してみたのですが、なかなかうまくいかなかったので、最終的に我々の環境でインストールから画像復元までできた手順を記載してます。なので皆様の環境で同じ手順でできるかはちょっと分かりませんよ。グラディオ DiffBIR パイも改変しているので自己責任でお願いしますね。ではまず前提として Python、 Git の導入がされているものとします。ステーブルディフュージョンを導入している方は入っていますかね。 Python は 3.10.6 で動きましたよ。それから Visual Studio を導入してくださいね。概要欄 URL からダウンロードしてみてください。 Visual Studio を導入したら、概要欄 URL から CUDA ツールキットを導入してください。私たちの環境では最終的に 12.11 を入れました。それでは DiffBIR の環境を構築していきましょう。今回は C ドライブ直下に DiffBIR ローカルというフォルダを作成して、そこに導入していきますね。みんなの好きなところに好きな名前で作っても問題ないですよ。その場合パスは適宜置き換えてくださいね。先ほど作成したディレクトリに移動します。さっき作ったフォルダ内のアドレスで CMD って入力してエンターでいいですよ。コマンドプロンプトが開きます。そうしましたら、このコマンドを入力してエンターを押してください。概要欄に全部貼ってありますので、そちらからどうぞ。すると先ほど作ったフォルダ内に DiffBIR というフォルダができるので、チェンジディレクトリで移動します。移動したらこのコマンドを入れてエンターを押して、仮想環境を構築します。続いてこのコマンドでアクティベートしてください。仮想環境へダイブしますよ。するとコマンドプロンプトの表記がこのようになります。現在いるパスの頭に VM 部とあれば OK です。この Python の仮想環境は PC 上で独立した空間を提供します。これにより異なるプロジェクトが互いに干渉せずに、それぞれの独自の依存関係やライブラリのバージョンを持つことができます。では次にインストーラーの更新をしましょう。このコマンドを実行してください。次にこのコマンドで PyTorch をインストールします。次にこのコマンドで Xformers をインストールしましょう。ここまで来たら、このコマンドで指定のテキストファイルを開きます。開かれたファイルの内容からこのように添削してください。概要欄に貼っとくので上書きしちゃってもいいですよ。そうしましたら忘れず保存しましょう。このコマンドで先ほどのファイル内に記述されているパッケージを追加で取得していきます。次にこのコマンドでチュライトンをインストールしましょう。トライトンといえばキーボードが物置から発見されましたよ。電源コードが行方不明で動かないですよ。サクセスって出たら無事インストール完了です。ハギングフェイスからモデルのダウンロードをしましょう。概要欄の URL からこのファイルを4つダウンロードしちゃいましょうか。全部で16ギガくらいあります。ダウンロードしたファイルは DiffBIR 直下に置いときましょうか。ここまでできたら概要欄の起動コマンドを実行して立ち上げてみてください。このようなアドレスが出たらコントロールを押しながらアドレスをクリックすると DiffBIR の UI が立ち上がります。サンプル画像がインプッツフォルダ内にあるのでドロップしてランボタンを押します。劣化画像サンプルがシャキシャキの高画質に修復されれば成功ですよ。
でも我々はエラーが出てここまでたどり着けなかったです。なので修正したところを見ていきましょう。インストールしたエクスフォーマーズライブラリは PyTorch 2.1.0 プラス CU121 と互換性のある CUDA 12.1 を必要としていますが、現在の環境は CUDA 11.8 で構成されとるんよ。どないしようってことみたいなので、とりあえずこのコマンドで PyTorch をアンインストールしてみました。で、こっちのコマンドで PyTorch 2.1.0 プラス CU121 を入れ直しですよ。それから再度エラーが連発したのですが、結論から言うとグラディオライブラリのバージョンに関連したエラーが原因のようで、イシューを確認してたらグラディオのバージョンを 3.24.0 にダウングレードすることで問題が解決すると報告されていましたが、ダウングレードしてもダメだったので最新の状態でグラディオディフ BIR パイの内容を改変したらいけました。同じような状況の方がいたら、グラディオディフ BIR パイを開いて概要欄に記述してある3箇所を検索して改変してみてくださいね。この状態で起動コマンドで起動できましたよ。では起動が大変なので起動用のバッチファイルを作成しましょう。概要欄に記載してある起動用コマンドをメモ帳などのテキストファイルにペーストしてください。この時パスは適宜ご自身の環境に変更してくださいね。保存したら拡張子をテキストからバッチに書き換えて出来上がりです。このバッチファイルを実行すれば簡単に DiffBIR を起動できます。我々ちょっとど素人なので、なんか間違ってること言ってたらコメントでこっそり教えてくださいね。それから AI アートジャパンではこの度メンバーシップを始めました。特典として動画内で使用した厳選画像の毎月期間限定配布、メンバー様限定動画の投稿となっています。順次限定動画の方も拡張していく予定なので、よかったら概要欄から紹介動画をご覧くださいね。今月はメンバーシップ開設記念として、チャンネル開設から10月末までの公開動画で使用したあんな画像やこんな画像を厳選して12月5日までの限定配布中です。配布画像の一部はこんな感じになっていますよ。欲しがり屋さんはぜひメンバーシップ登録お願いしますね。ポロリはないぞ。それでは今日はこの辺で、高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。オイラももっと出してほしいぞ。ずんだ餅はうっさいのだ。